私も朝は涼しかったんですけど、蒸し暑くなっています。礼拝に集まっていただいて気分が悪くなって、去年もね、そういうことがちょっとあったので、各自涼しいように前に来てくださると嬉しいです。どうしても暑い時は、ちょっと具合悪い時はもうぜひ遠慮しないで声上げていただいて、横になっていただくと十分と思いますので、これからちょっとまだね暑いですけど、よろしくお願いします。でも皆様お元気で来てくださってありがとうございます。ようこそおいでくださいました。今日は新戸町の町長選の日です。神様の御手がそこにもありますようにと願いを終わります。ではただいまより6月27日上半期最後の日の礼拝式を始めます。前奏のうちに心を静めて主を待ち望みましょう。
ってみなさい。世界中のクリスチャンとともに同じ信仰告白を見合わせます。主語のかわいいイラストの面の左の一番下に一心情があります。その次続けて主の祈りを祈りますが、これは一心情の上の方にあります。ご参照ください。一心情、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿る、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したがり、足をより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁く仲間。我は聖霊を信ずる、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、あなたの御前に、とこしえの命を信ずる。アーメン。続きまして、イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈り。恵みの主にする我らの父よ、願わくは皆をお守りさせたまえ、恵みを探せたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪意に移りましたが、国の力と栄えとは限りなく何時のものであればない。アーメン。司会者がこの礼拝式のために祈ります。ハレルヤ、ハレルヤ。よみがえられて今も生きて共におってくださる命の主に心からの賛美を申し上げます。皆さんも忙しい日常のひとときを感動してくださり、私たちを招いてくださってありがとうございます。愛する方々と共に霊と誠を持ってあなたを礼拝いたします。この礼拝の真ん中にお立ちください。私たちの賛美と祈りを、何より神様を礼拝する熱い思いを導いてください。今静まって一週間を振り返りますと、共にいてくださった大きな感謝とともに、思いにも行動にも従うこともできなかった弱い自分であったことをお詫びしなければなりません。どうぞお許しください。今日から始まる1週間、再び新しくされて戒めと励ましを受け、愛なるイエス様の御手の中に生かされたいと願います。聖霊様の御力をもって、私たちの牧者野町先生を強め、御言葉をまっすぐ語ることができますよう助けてください。信仰の先輩の話を一人ずつ伺っている男子です。どうぞ信仰の先輩に習うことができるように、そのことを励ましにすることができるように、一人一人をどうぞ考えてくださるようよろしくお願いいたします。あなたを知りたくておられた方の上には、なお一層の恵みがありますようにお祈りいたします。私は道であり真理であり命なのですとおっしゃったイエス様に深く信頼いたします。
今日の礼拝を捧げる世界中の教会の上に、嘘の絶えないイスラエルの地に、日本の上に、この近隣の方々の上に、また私たちの家族や友人知人の上に祝福をお祈りいたします。そして主よ、待ち望む私たちのところにどうか早く来てください。尊い救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではもう一曲共に賛美いたします。おかけになったままで賛美歌525番、525番、恵み深き主の歌を賛美いたします。
これ以上何を言いましょうか。もしギデオ、バラク、サムソン、エフタ、オダガリデ、サムエル、預言者たちについても答えれば時間が足りないでしょう。彼らは信仰のエクリミを制服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、木の勢いに徹し、剣の刃を弱い、弱い者なのに強くされ、戦うの勇士となり、他国の文明を愛想を立てました。皆さんおはようございます。いつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました。祝福豊かになりますようにお祈りいたしましょう。天のお父様、今朝も目覚めが与えられ、そして礼拝に集うことができましたことをありがとうございます。今日は6月の最後の日曜日です。早半年過ぎましたが、コロナが心配されている中でもここまで守ってくださったことをありがとうございます。この旅の途上にあって、さまざまなことが、特に思いがけないことがある日突然私たちの身に降りかかってきますが、そのすべてを主がご存知で、見ての中で万事を働かして益としてくださることを信じて感謝いたします。私たちの罪のために身代わりに十字架にかかって死なれ、お墓に葬られ、けれども3日目によみがえって今も生きておられるイエス様、どうぞ主を今日も親しく語ってくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。先ほど司会者の方が、触れてくださいましたが、今日は杉戸町の町長選挙がありますね。ぜひ御心にかなった素敵な町長が新たに建てられることを願います。千葉に流山というところがありますが、流山の町長、市長はクリスチャンの方だと聞いております。クリスチャンの方が町長になられてから、市長になられてから町が随分変わったと言われております。ぜひこの町にもそのような素敵な方がお越しされたらいいなと願っております。さて、今日は6月27日第4週ですが、バラクという人物の信仰について見ていけたらと思っております。聖書の中にバラクという人が何人か出てくるんですが、今日のバラクさんはシシキというところの中に出てきます。詩詩記の4章5章あたりに出てくるバラクさんのことを見ていけたらと思っております。まずいつものようにヘブル人への手紙11章32節から34節、先ほど朗読していただきましたが、新改訳2017の方でも改めてお読みいたします。ヘブル人への手紙11章32節から、これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、これ先週見ましたね。今日はその次の人物、バラク、ここに出てきます。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口、ライオンの口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。続きます。ギデオンもそうでしたが、今日のバラクさんも、この一番最後の言葉が当てはまっていくのかなと思います。彼もまた弱い者でした。弱い者なんですけれども、強くされた人です。信仰によって。そして弱いんですけれども、もう本当に負け犬のような状態でありましたが、でも戦いの勇者となって勝利を勝ち得ていくことができました。信仰によって勝利者となることができたのです。そして敵国他国の陣営を敗走させていく、やっつけていく、そのような形で大きく用いられた人物の
一人でいます。早速聖書を開いていきたいと思いますが、旧約聖書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、ヨシュア記、司祭記と続きます。66巻の巻物が集まった図書館なんですけども、司祭記というところがありますでしょうか。目次を見ていただけたらページ数も書いてあるかと思いますが、創出レビ民申命記ヨシュア司祭、その後ですね、司祭記の4章を今日開いていけたらと思っております。聖書をお持ちの方は旧約聖書の司祭記4の1あたりから見ていきたいと思っております。この司祭記の時代は40年とか長くて80年くらいでしょうか。一人の信仰的な指導者が立てられますと、それに聞き従ったイスラエルは祝福と守りを受けておりました。しかしその指導者が天に召されてしまったその後、また元の黙阿弥といいましょうか、同じような罪深い生活になっていく中で神様の厳しいお取り扱いを受けている、そんなことが繰り返されていく時代であります。歴史は繰り返すという言葉もありますが、まさに司祭記は同じような、またか懲りない奴らだなと思うかもしれませんが、実は私たちの姿にもあります。私たちも喉元すぎれば暑さを忘れてしまう、すぐに自分に頼ってしまったり、自分が知恵あるもの、正しいものであるかのように思い上がってしまって、人を裁く裁きつかさに自分がなってしまう。自分のことは棚に上げて、いろいろと相手には厳しいことを要求いたします。しかし聖書の中に出てくるイスラエルの姿はまさに私たちの姿であります。まさに写し鏡のように、イスラエルのまた同じように罪を行っていくその姿は私たちの姿ではないでしょうか。司祭記4章1節、イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った、エフでは死んでいた。イスラエルの子供たち、神様の恵みや救いを、その愛の素晴らしさを十二分に味わった人たちにもかかわらず、その神様の前に悪いこと、悪であることを重ねて何度も何度も行ってしまうのであります。指導者エフではすでに死んでおりましたので、次の世代の人たちであります。そんな中で神様が繰り返し繰り返し、神様がしてほしくないことをする民を厳しく取り扱うことになります。2節、主はハツルを治めていたカナンの王ヤビン、ヤビンという王様がいますが、このカナンの王様、この人の手にイスラエルを売り渡されるということをなさったのです。主はカナンの王ヤビンの手に彼ら、イスラエルの子らを売り渡された。神様は愛である方なんですけども、優しい方なんですが、どうしても私たちが繰り返し繰り返し言うことを聞かないと、もう勝手にしなさいと言って汚れに引き渡すということをなさいます。ローマ人の手紙にもそれが神様の怒りだと書かれております。どうしても悪いことをしたいならば、もうそっちやりなさい、勝手にしなさいと突き放されてしまう。欲望に快楽に外国の厳しい王様に売り渡されてしまいます。カナンの王様ヤビンは非常に強力な軍事力を誇っていた人であります。その軍隊の将軍はシセラという人物でありました。ヤビン軍の将軍はシセラ、そしてその人物は橋の手ハゴイムに住んでいたと言います。神様が厳しい外国の王様にイスラエルを売り渡されました。そうしますと3節のようなことが起こってまいります。するとイスラエルの子らは主に叫び求めた。苦しい時のまさにその泣き叫びであります。なぜかヤビンには
カナンの王様ヤビンにはものすごい武器や戦争の道具がたくさんあったからです。ヤビンには鉄の戦車が900台、まあ、いろんな、ことを想像しますが、でも今のような戦車ではなかったかと思いますが、それでも鉄製でできた、鉄でできた戦車が900台もある。その上20年の間イスラエルの子らをひどく圧迫した、ひどくいじめてきた。たびたび20年間も苦しみの中に置かれた身でありました。カナンの人たちはこの鉄を使う技術を身につけていたようでありますから、木やいろんなもので太刀打ちしようとしてもそれは太刀打ちできない、非常に圧倒的な強さの中で屈服するしかない、そんな中に20年も置かれたというのであります。しかしその苦しみの中でイスラエルの子らは主に叫び求めます。神様助けてください、神様何とかしてください、もう耐えられません、もうダメですと彼らは本当に心の底から真剣に泣き叫びながら神様に真剣に祈って求めたのであります。その祈りに応えてでありましょう。神様は私たちの苦しい時の神頼みにちゃんと応えて立ち上がってくださいます。祈りを聞いてくださいます。わがままな自分勝手な都合のいい祈りであっても、それでも神様は憐れみを注いでくださる方であります。4節、ラピドテの妻で女預言者デボラ、女性でも預言者として活躍した人物が登場いたします。このバラクさんの信仰を語るときにどうしてもその協力者であるデボラさんというこの女預言者の方のことを見ないわけにはいかないわけです。ラピドテの妻、ラピドテさんの奥さんであったんですけども、女預言者として立てられたデボラさんという女性が登場いたします。この女性がその頃獅子としてイスラエルを裁いていました。信頼される指導者として用いられていたわけです。5節、彼女はエフライムの山地のラマとベテルの間にあるデボラの松林の木の下に座し、木の下に住んでおりました。そしてイスラエルの子らは順番に入れ替わり立ち替わり彼女のもとに来て裁きを求めていました。アドバイスやカウンセリングを求めていたわけです。デボラさん、デボラ先生、こういう時がこんな状態になったんですけどどうしたらいいんでしょうか、祈ってください、いろんな形で一つ一つの問題を悩みを抱えて彼女のところにやってくるイスラエルの人たちの姿があります。これが起承転結の木の部分ですけど、章の部分に移ります。6節から、ある時、時がやってまいりました。神様がこのデボラという人物にこうしなさいと導きを与えた時でありました。ある時デボラは人を使わしてナフタリのケレシュからアビノアムの子バラク、この人物ですね、ナフタリのケレシュというところに住んでいたようですが、アビノアムの子バラクを呼び寄せ彼に言った。ちなみに聖書の後ろに、皆さんの聖書の後ろには地図がありますでしょうか。新改訳2017ですと地図4というところを開いていただきますとイスラエルの地図が出てきます。特にイスラエルの各部族への土地の割り当て、そんなふうに名前が付けられた地図があります。ものすごく大雑把にイスラエルの地図を説明いたします。まずこのスクリーンのところが地中海だと考えてください。この地中海の岸辺があります。でこっちがイスラエルです。この辺に北の方にガリラヤ湖があります。ガリラヤ湖から下ると死海という潮の海があります。
で神様はですね、イスラエルの各部族にこのイスラエルの地をそれぞれに割り当てて、ナフタリ族はこの辺に住みなさい、ゼブルン族はこの辺に住みなさい、イッサカルはこの辺、マナセはこっちとこっちに分かれて、エフライム、ベニヤミン、ダン、それからシメオ、モア、ルベン、ガド、いろいろアシェルこっちにですね、そんな地図がありますが、今日の中心的な舞台はガリラヤ湖のこっち側ですね、その辺にナフタリという部族の割り当て地、そしてその下にゼブルンという部族の割り当て地があります。そしてその下にイッサカルの割り当て地があるんですが、そこにこのタボル山という山があります。そして地中海に流れていく川があるんですけども、この辺にカルメル山があって、そちらに向かってキション川という川が流れています。地中海に流れ込んでいく川ですね。ヘルモン山などのこの雪解け水が流れていくキション川があるようですけども、そちらのところが今日の舞台となっていきます。タブル山とキション川、ガリラヤ湖の横の辺であります。でこの史実に戻りますが、バラクさんという今日中心的に見たい人物はナフタリに住んでいました。ナフタリのケデシュ、そこからバラクを呼び寄せて、彼にデボラという女預言者がこう言ったんです。イスラエルの神主はこう命じたられたではありませんか、行ってタボル山に陣を敷きなさい、ナフタリ族とゼブルン族の中から1万人を取りなさい、山に陣を敷いて、そしてナフタリ族とゼブルン族から1万人を集めて敵に立ち向かっていきなさい、その戦いの備えをしなさいと言われていたのです。この辺山ないんですけど、筑波山と富士山がちょっと遠くに見えたりしますが、群馬県の方はですね、太田の辺にですね、金山というところがありますよね。金山というところに山城があります。一時期うちの息子もお城が好きになってですね、山城の見学に行ってきました。すごい難攻不落の山のできたお城があったりするわけなんですけども、山の上に陣を敷くというのはかなり有利な立場に身を置いていくということです。敵の様子が全部見えますからね、山の上が一目瞭然、敵の動きを察知しながら上から先手先手を打って戦いに備えていくことができます。神様はこのバラクに女預言者デボラを通しておっしゃったんです。バラクよ、行ってタボル山に陣を敷きなさい、あのタボル山に登っていって、そしてナフタリ族とゼブル族から1万人を引き連れて戦いに備えようと言われています。そして7節、神様ははっきりこう宣言してくださいました。神様の約束です。私はヤビンの軍の長シセラとその戦車と大軍を、カナンの王様のね、そのヤビン軍、その長のシセラ将軍とその戦車と大軍をキション川のところに引き寄せ、彼をそしてあなたの手に渡すと神様はおっしゃったので言っていました。タブル山に登って陣を敷きなさい、1万人を引き連れなさい、そうしたら私がカナンの王様ヤビンの軍の長シセラとその900台の戦車と大軍をキション川に集めてあなたの手に渡すよと神様はおっしゃった。そして今日中心的に見たい言葉4章の8節が出てきます。この8節にバラクの信仰が一番にじみ出ていると私は思いました。4章の8節、どんな言葉が書かれていたでしょうか。バラクは彼女に、女預言者のデボラさんにこう語るのです。もしもあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう、しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら私絶対行きませんから、あなたが行ってくださるなら行きましょう、でも行ってくださらないなら絶対に行きませんと、バラクはそういうことを口にしたわけです。
そこにこのバラクさんの信仰がにじみ出ていると思います。バラクさんがもし強い人だったらどうだったでしょうか。もしあなたが一緒に行ってくださらないなら行きませんとは口が裂けても言わなかったと思います。強い人なんです。わかりました、一人で行ってやっつけてきます、一人で十分です、俺一人で戦って勝ってきます、はい、さよなら、と威勢のいいことを言ってかっこいいことを言ってですね、さあ颯爽と出かけていったことでしょう。皆さんはどうですか。あなたは強い方ですか、それとも弱い方ですか。バラクの信仰とは自分が弱いものであるということを認めて、それを言い表す、告白する、そういう信仰です。一人だったら行きませんよ。あなたが一緒に行ってくださるなら行きましょう。そういうことを語った人物であります。それに対して女預言者デボラはどう答えたのか、9節に続く言葉が記されています。そこでデボラは言います。私は必ずあなたと一緒に行くから、一緒に行って戦おうじゃないか。ただしあなたが行こうとしている道ではあなたに誉れは与えられませんね。主は女の手にシセラを、将軍のシセラを売り渡されるからです。意味深なことを語って、でもとにかく一緒に行くからという約束をしてくれた。こうしてデボラを渡ってバラクと一緒にケデシュへ行った。約束を守ってデボラさんはこのバラクさんと一緒に行動を共にすることになりました。そこで10節、バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れてタボル山に登ります。デボラも一緒に登ります。バラクさんがリクエストした通り、一人だと行かないよ、でもあなたが行ってくださるなら私やりましょう。そのリクエストに応えた女預言者バラクの姿が、女預言者デボラの姿があります。さあ起承転結、11節あたりから見ていきます。ケニ人のヘベリ、これは後から出てくる重要な方でありますが、ケニ人ヘベリはモーセの宗徒、ホバクの子孫のケニ人たちから離れてケレシュに近いサーナニブのカシノクの沿って天幕を張った。後からこの人物の家族のことが、登場してきます。一方12節、カナンの軍隊の将軍シセラ、将軍に、軍隊の長に知らせが届きます。アビノアムの子バラクという人物がタボル山に登ったですよ。1万人ほどの軍隊を引き連れております、知らされます。そうしますと13節、シセラは自分の戦車すべて、よし全軍団を更新せよということで、自分の戦車すべて、すなわち鉄の戦車900台、彼と一緒にいた兵をみんな全員総力戦としてすべての兵を出し切ります。そしてハシロテハゴメムからキション川にその敵の軍がですね、続々と集まってくる。900台の戦車、歩兵では太刀打ちできない、当然なそういう状況であります。何か石を投げてもですね、鉄ですから、頑丈ですから、そんなものでは壊れない戦車が待ち構えています。その中で4章14節、女預言者デボラはバラクにこう言います。立ち上がりなさい、今日主があなたの手にシセラを渡されますよ。主があなたに先立って出て行かれるではありませんか。そのように信仰的なチャレンジを与えます。そこでバラクは勇気を持って信仰を持ってその言葉を信じて、タボル山から進撃出撃下れと言って、一緒に1万人と一緒にタボル山を下って戦いに向かっていきます。
15節。主はシセラとそのすべての戦車とすべての陣営の者を剣の刃を持ってバラクの前で混乱させられた。ここでも戦いの勝敗の鍵は主なる神様の働きにあります。人間的な熱心さとか頑張りとか力強さではありません。ただ神様が介入してくださり、神様が戦ってくださるので勝利がもたらされたという話です。私たちの日常生活も同じです。私たちの信仰深さとか熱心さとか頑張りではなくて、もっと頑張りますではなくて、ただただ神様にひたすら心を尽くしてお願いして、神様に立ち上がっていただいて、神様に戦っていただく、その時に勝利がもたらされます。主はシシェラとその全ての戦車と全ての陣営の者を剣の刃を持ってバラクの前で混乱させる。とにかく神様は敵をですね、混乱させてその隊列を乱すことになりました。そして将軍のシセラはついに鉄の戦車から飛び降りて逃げてきます。自分の足で逃げ始めます。追い詰められていきます。それでバラクは戦車と陣営を橋の手ハーコインまで追い詰めていきます。こうしてシセラの陣営の者はみんな剣の刃に倒れて、残された者は一人もいないという圧倒的な勝利に導かれます。ただ一人シセラ将軍は逃げます。ひたすら自分で走って逃げます。そしてちょうど友好関係にあったケニシン・ヘベルさんの天幕を見つけます。ちょうどその場所、キションガンの近くに、そのお友達関係にあった、友好関係にあったケニシン・ヘベルさんの家が、天幕があったことです。17節、敵の軍の将軍は逃してしまいました。その将軍はその後どうなっていくのでしょうか。17節、しかしシセラは自らの足でケニシン・ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げた。ここでも女性が登場してきます。旦那ではなくて奥さんです。ケニシン・ヘベルの妻ヤエルさん、ヤエルさんという美しい女性がその天幕に逃れていきます。シセラ将軍、なぜかハサルの王ヤミンとケニシン・ヘベルの家は友好関係にあった。仲良くしましょう、俺たちは友達だよね、仲間だよね、よし、何かあった時には、ぜひ、立ち寄ってくれ、そういう関係にありました。ヤエルさんはシセラを迎えて出てきます。よくいらっしゃいました、どうぞどうぞ、まあ遠いところからお立ち寄りください、ご主人、私のところにお立ち寄りください、ご心配におやりください。シセラが彼女の天幕に入ります。ヤエルは彼を布で覆っていきます。19節、シセラ将軍はこのヤエルという女性にお願いをしていきます。どうか水を少し飲ませてくれないか、戦いの中で喉が渇いているから、喉がガラガラだ、水を飲み物を少しください。ヤエルは死の皮袋をかけて彼に飲ませ、彼を覆っていきます。最高のミルクの飲み物を飲ませていきます。シセラはまた彼女に言います。20節、天幕の入り口に立っていてくれ、見張りをしていてくれないか、もし誰かが来てここに誰かいないかと尋ねたら、いないというようにしてくれ。わかりました、そのようにいたしましょうと彼女は心よくそれを引き受けたと思われます。ところが21節、実は友好関係にあったはずのこのケニシン・ヘベルの奥さんヤエルさんはなんと寝ている間にその敵の将軍の命を取ってしまうんです。ちょっと怖い場面ですが、21節から、だがヘベルの妻ヤエルは天幕の杭を取ると、テントの杭みたいなものがありますね、それを取ると土を手にしてそっと彼に近づき、そのこめかみ、ここですね、こめかみに杭を打ち、カッカッカッって寝てる間に打ち込んでですね、地に突き刺します。将軍は寝てる間にやっつけられて、疲れて熟睡していたので、爆睡していたので、彼はそのまま殺されてしまいます、女性の手に。
ちょうどその時バラクがやってきます。シラをかけて、ヤエルさんは彼を迎えて言います。おいでください。あなたが探している人はここじゃないですか。お見せしましょう。彼がヤエルのところに行きますと、なんとシセラは将軍ですよ。敵の一番強い大将ですよ。シセラ将軍が倒れて死んでいました。そのこめかみには杭が刺さっておりました。そのようにして23節、こうして神様はその日イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを屈服させた。その強大な軍事力を全部圧倒的な敗北へと導いたわけです。イスラエル人の勢力はカナンの王ヤビンに対してますます強くなり、ついにカナンの王ヤビンを滅ぼすに至った。5章には詩のような形でこのデボラとバラクさんが歌を歌っている、そういうところも出てきます。9節の言葉を改めて見たいと思います。女預言者デボラはバラクさんにこんなことを約束しました。そしてこれから先起こることを預言しておられました。9節、そこでデボラも言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。ただしあなたが行こうとしている道ではあなたに困りは与えられません。主は女の手にシセラを売り渡されるからです。預言者ですから先が見えていたわけです。少し先の未来が見通せてしまう。しかしもしもバラクの手にシセラが売り渡されていたらどうなっていたでしょうか。バラクという人物が敵の家来たちだけでなくて、その一番の超リーダーをシセラ将軍もバラク自らの手でやっつけることができたとしたらどうなっていたでしょうか。おそらく弱さのゆえにそれを自分の栄光、自分の手柄にしていたのではないかと思うんです。そこにおいても神様は自分は弱いものですと告白する者のその歩みを守ってくださった、誘惑から罪から守ってくださった、そんなふうにも思います。主は自分が弱いものであることを告白するバラクの信仰を覚えて、傲慢の罪から神様の栄光を横取りして自分が栄光を受けるという罪からバラクを守ってくださったのではないかと思います。もしも一人で行って一人で行ったとすれば、手柄を独り占めする危険があります。これは俺が頑張ってやったんだぜ、これは俺の結果なんだぜ、俺が全部手柄、これ私のもの、私だけがこの手柄を見事に収めましたと手柄を独り占めする危険があります。罪の誘惑はあなたの意志よりはるかに強いものがあります。実は世の中は手柄を奪い合う時代ではないでしょう。職場においていろんな手柄を自分の手柄にしてしまう。誰かさんの手柄も全部取って、これ私がこうやったからこの患者さん病気が治ったのとかですね、そういう手柄を全部横取りしていく、そういう文化がこの人間のプロダクトとした中にはあるのではないでしょうか。病院において、学校において、政治の世界において、ありとあらゆる商売やビジネスの世界において手柄を独り占めすることによって自分の存在価値をアピールしていく、自分が有能であるということを人にアピールして、そして誰からも非難されることがない役に立つ人間だということを自分が示していかなければならない。そうでなければ大切にされない、いてもいなくてもいい存在に思われてしまう。これが罪の誘惑です。しかしだからこそ神様はその弱さを逆手にとって、弱いからこそ
一人でやらないように、弱いからこそ一人で頑張らないように、誰かと一緒に力を合わせて、そして問題に立ち向かっていくんだよ。そしたら絶対に手柄を独り占めすることないですよね。誰かと一緒に戦ったこの手柄です。決して私一人の手柄じゃありませんということになるじゃないですか。手柄を独り占めすることによって罪に陥ってしまいやすい私たち、これはいろんな世界に、あらゆる世界にあると思います。私は牧師ですから、牧師の立場で考えますとこういう誘惑があるんですよ。牧師もですね、いろんなことで評価されます。この牧師が何人の人を洗礼に導いたのか、この牧師が牧会している教会の礼拝の出席者は何人なのか、厳重倍賛会員は何人か。ともすると牧師や伝道師や宣教師は自分の存在価値をアピールするために手柄を全部独り占めするような誘惑になります。私が一生懸命祈ってるから、私が一生懸命なんかやってるから、だから多くの人が導かれてきた、そういうふうにしたくなる誘惑があるんです。でもそうでないですよね。牧師がしている働きは一番目立っているかもしれませんが、その背後に多くの方々が祈りによって牧師を支え、また見えない形でいろんな形でお掃除をしてくださったり、スリッパを拭いてくださったり、草取りをしてくださったり、いろんな形でフォローしてくださっている方、祈ってくださっている方、関わってくださっている方がいて、そのみんなの働きの中で一人の人が救いに導かれるのですよ。決して牧師の手柄にしてはいけないんです。だから牧師をそういうふうに評価してはいけないんです。みんなを手柄にすることが神様の願いなんです。だから教会がありますよね。あなた一人で頑張りなさいって言われたら教会なんか必要ありませんよ。自分一人で立ち向かいます、自分一人で頑張ります、助けいりません。そんな強い人ですか、あなたは。自分一人で聖書を読めて、お祈りもして、自分で個人礼拝もして、礼拝に集わなくてもできるんですか、信仰生活。そんな強い人はそんなにいないと思います。少しはできたとしても、みんなと一緒に集まらないとやっぱり信仰がどん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 弱っていきますよ。聖書も読めなくなるでしょう、お祈りもなくなっていくでしょう、信仰もどっか行ってしまいますよ、やがて。主はなぜ教会を与えてくださっているのでしょうか。それは一人で立ち向かうことができない私たちが一緒に力を合わせて、十字架のもとに一緒に力を合わせて、それこそ協力の協ですけども、協力の協という字をですね、十字架のもとに力を合わせると書きますよね。力という字を見つかります。誰か一人の手柄じゃありません。神様のおかげで一人一人弱い竹だらけの未熟な、そしてまだまだ青2歳で鼻垂れ小僧の私たちが、それでも神様によって愛されて許されて祝福されて用いられるのです。そして神様の働きは弱さのうちに完全に表されると語ります。私は弱いということを認めた人の勝ちですね。信仰というのは、本当に私は手柄をすぐに独り占めしてしまいます、神様憐れんでください、神様憐れんでください、全ての栄光をあなたにお返しすることができるの、だからこそ一人でやってはいけないのです、一人で行ってはいけないのです。この時代、神様は主の祈りという素敵な祈りを用いて、そのような手柄を独り占めする罪からあなたを守ってくださるのであります。いつも紹介していますが、この主の祈りですね、この主の祈りこそ神様が求めている義とは何か、人間が本来求めるべき人生の目標は何か、それが全部的がはっきりと照らされています。これが的だとする、
これが主の家だとするとですね、まさに的なんです。最初の前半は神様と私たちとの関係、垂直の関係ですね。後半は人と人、私たちの隣人との関係が祈られていきます。で、主の祈りに見事に的が示されています。そして罪とは何かというと的外れです。主の祈りを求めないで、主の祈りの反対のことを、その違ったことを求めていく、それが罪です。主の祈りをある時私はひっくり返しました。私の名前がすごいねって言ってもらえますように、みんなが私を褒めてもらえますように、私が中心の、私の思い通りになる私の国が来ますように、私の考えていること、願っていること、やりたいことが全部そうなりますように、私は自分の力で今日も糧を得て自分の力で生きていこう、私に罪を犯す者がいたら絶対に許さないで、いつか必ず仕返してやろう、倍返し、私は自分の力で誘惑に勝つことができる、救い主なんかいらない、俺が救い主だ、国と力と栄え世界に見せるものは全て俺様のものだ。これが主の祈りをひっくり返した時の的外れです。全ての栄光を自分のものとしていく、神の栄光を横取りしていく、自分が神になろうとする、そういう誘惑です。人間は神になりたいのです。全部自分の手柄にしたいのです。私が一生懸命メッセージを準備したから、立派なメッセージを語ったから、だから人が救われたのだ、これ私のおかげである、そんなことではないですね。ただただ憐れみによって罪深いものがそれでもなお許されて愛されてここに立たせられている。皆さんも同じでしょう。本当に弱くて誘惑に負けやすくて、すぐ自分の力に背負ってしまって、そして結局一人で立ち向かうことができない、負けてしまう誘惑に、そんな無力な弱い私たちを主はあえて選んで一緒に出て行ってくださるんです。女預言者デボラさんだけじゃありません。イエス様自身が、主なる神様自身が私とあなたと一緒に生活の場に行ってくださるんです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。決してあなた一人じゃないんです。今入院なさって明日手術を受けられる方もいらっしゃいますが、一人で手術台に登るのではありません。イエス様が一緒に手術台に入って登ってくださいます。私も全身麻酔の手術を2回ほどさせていた することになりましたが、そのたんびに実体験しました。本当に心細くてですね、もう死を覚悟しなきゃいけない、なんかもう意識全身麻酔してですね、次生きて戻ってこれないかもしれない、次天国かもしれないと思ったりするわけですね。そうするともう全部なんかもう棚卸ししてですね、人生ここでもう終わったとしても大丈夫なように備えますよね。でもそういう中で弱さの中で恐れをのめていた時、不安の中で押し潰されたの時、主は語ってくださったんです。恐れるな、私があなたと共にいる。立ち止むな、私があなたの神だから。神様は弱いからこそあなたと一緒に四六時中いてくださるんです。そのイエス様がついてくださっているならばどうですか。職場に行って難しい人に会うとき立ち向かうことができるじゃないですか。一人じゃないんですから。バラクさんはまさに一人だと絶対行きませんよって言ったんです。自分の弱さをさらけ出しました。でもあなたが言ってくださるなら一緒に行きましょう。この信仰をぜひ私たちは共有したいんです。手柄を独り占めすることなく、全ての栄光を神様にお返しするためにぜひ一緒にこの戦いに加わっていただけたらと願います。それぞれ祈る時を持っていただけたらと思います。神様の前に正直な素直な思いを打ち上げてやりましょう。
界に置かれています。目に見える形で結果が出せなければ、自分の手柄を示さなければ価値がない、いる存在価値もないと見られてしまう、そのような殺伐とした愛のない逆のようなところに置かれています。それぞれが自分の価値を、自分を大切にしてくれる人を得るために必死になって手柄を独り占めしようといたします。しかしバラクの信仰を恐怖を超えました。彼は自分一人では決していきませんと、その弱さをさらけ出しました。男でありながら女預言者が一緒に行ってくださらないと私は行かないと言い切りました。主はその弱さを豊かに用いてください。そして彼が有頂天になることとないように、神様、一番の敵の将軍の命はバラク自身が触れることないように導かれたことも思いました。主がどうぞ私たちの新しく始まった一週間、それぞれの職場や家庭や地域におけまして、学校におけまして、すべての栄光を神様に期待し、神様のために、イエス様のために、イエス様と一緒に尊い人を育てていく働き、人を救う働き、人を育てていく働きを